サーフランシス・ドレイクは、エリザベス朝のイングランドのゲール系、ウェールズ人公会社、海賊、海軍帝徳、イングランド人として、初めて世界一周を達成。ドレイクはその功績から、イングランド人には、英雄とみなされる一方、海賊行為で苦しめられていた、スペイン人からは、悪魔の化身であるドラゴンを指す、ドラコの呼び名で知られたから、フランシス・ドレイクは、 1543年の2月か3月に南イングランドデボンの旅ストックでプロテスタントの農民で後に牧師となった父エドマンド・ドレークと母メアリミルウェイの間に12人息子の長男として生まれた10歳を過ぎた頃には近所に住む老船長の下で航海に従事していた老船長にその働きぶりが認められ船を譲り受けたがドレークはその船を売りさらなる旅に出た いとこであるジョン・ホーキンスの下で、奴隷貿易に従事していたが、1568年、自ら船を調達して、船長となった。その後も、ジョン・ホーキンスの船団に参加していたが、ベラクルズのサンフアンでルアにて、スペイン海軍の奇襲を受け、船団はほぼ壊滅状態となった。ドレークは命からがら逃げ延びて、イギリスに帰還した。この経験は、ドレークに生涯にわたるスペインに対する、 復讐心を抱かせることになった。1569年、メアリニ・ユーマンと結婚した。メアリンは12年後に亡くなった。1570年以降、西インド諸島のスペイン船や町を襲う海賊活動を開始。1573年にはパナマからノンブレデディオスに金銀を運ぶラバ隊を襲撃して大量の財宝を手に入れた。1577年12月13日。 排水量約300トンのガレオン船、ゴールデンハインド号を基幹とする5隻の艦隊で、プリマス港を出港。フランシス・ドレークの航の大西洋から、マゼラン海峡を経て、太平洋に進出し、チリやペルエンガンのスペイン植民地や船を襲って、多大な財宝を奪う。その中には、スペイン王の財宝を満載したカカフエゴ号などが、含まれる。カカフエゴ号には、銀26トン。 金80ポンド、貨幣と装飾品13箱など、合計20万ポンド相当が積載されていたとされる。途中のサンフリアンにて、遠征出航の功労者で信仰の深かったトーマスド・ド遺体は低調に埋葬されたという。その後、太平洋を横断して、モルッカ諸島に、さらに、インド洋から、希望ミを見ぬ回って、イギリスへと帰国し、 フェルギナンド・マゼランに続く史上2番目の世界一周を達成した。この途中、1578年にホーン・ミサキとドレーク海峡を発見している。1580年9月に生き残ったゴールデン・ハインド号のみがプリマス港に寄港し、女王エリザベス一世を含む出資者たちに4700%とも言われる配当金を支払った。 イングランド王室の取り分は30万ポンドを超え、これは当時の歳入よりも多く、この臨時収入により王室は溜まっていた債務をすべて生産できた上に国策会社のレバント会社に増出することができ、これは後の東インド会社設立。ドレークはこの功績によりイギリス海軍の中将に任命されると同時に助訓を受ける。1581年、プリマスの市長に選ばれる。 しかし、スペインとの国交悪化から再び海に戻り、スペイン領への攻撃を率いる。1585年、エリザベス・シデナムと再婚した。同年から翌1586年にかけては、スペイン領はアメリカへの大規模遠征を指揮し、サンティアゴ島、サントドミンゴカルタヘナデインディアス等の幼地を一時、掌握。戦闘ガスティンを襲撃した後、1586年7月22日に、 ポーツマスへ寄港した。1587年、カディスでスペイン船を襲撃。港を3日間占領。1588年のアルマダの海戦では、イギリス、火のついた船を敵艦隊に送り込むという海賊らしい。戦法により、スペイン艦隊を壊滅させる。ドレークの船乗りとしての経歴は、50代になるまで続いた。1595年のスペイン領はアメリカと海戦し、 壊滅的な被害を受けた後、プエルトリコのサンフアンの戦いに敗れた。サンフェリペデルモロトリデからスペイン人砲撃手がドレークの機関のキャビンに大砲を打ち込んだが、ドレークは生き延びた。1596年、コロンビアのリオアチャを襲撃資金や新事を強奪。スペイン王国のインディアス艦隊が避難所を探していたパナマのポルトベロの海岸から離れて停泊中に、 セキリにより55歳で亡くなった。死ぬ間際には病床で鎧をきようとするなど、錯乱状態であった。生涯子供を持たなかった。鉛の棺に入れられて、ボルトベロ付近に水槽されたことから、ダイバーが現在も棺を探している。ドレークに与えられた紋章ドレークは、生まれ故郷のデボン州に住む竹の紋章を借りかしていたが、これに代わる紋章として、 エリザベス一世が右系の紋章を新規に与えている注釈1。そのデザインは銀色の波状のフェスを挟んで上下に2つの銀色に輝く星が描かれており、ドレークの北極と南極との間を通った世界一周航路を示している。また、渦には描かれていないがリースの上には地球と船があしらわれており、金色の手綱が雲間から伸びて、 ドレークの乗る船にもたらされているデザインとなっているほか、紋章記述には、船の中には赤いドラゴンがいるとされており、これはフランキクス・ドラコことドレーク自身を指すものである。ドレークに勝手に紋章を使われたデボン州の旧家の長がエリザベス一世に不満を訴えたことが紋章授与のきっかけであったという。この不平に対して女王は、 サーフランシスにはもっと優れた紋章を与えるつもりだと切り返した逸話が残る。ありがとうございます。